隊長。クライス、もしかして頼んでいた調査の結果が出たのか。はい。弾丸の形状、刻印からガリア軍で開発中の。そうか、やはりアリシアを狙撃した犯人は。それで持ち主は割り出せたのか。はい。誰なんだ。はい、事件前夜。なんだって、ファルディオが。戦車長に狙撃銃を貸し出すのは珍しいことなので。それにこの狙撃銃は軍内に2丁しかありません。残り1丁の狙撃銃は。僕も信じられないのですが、ファルディオが。ファルディ、ルスか。バルキュリア民族の研究、バルキュリア人に関する文献だな。ん？アリシアを。これは。アリシアを覚醒させなければならない。それが苦悩の末に出した私の結論である。そもそもの契機は彼女たちと共に訪れたバリアス遺跡での出来事だった。バリアス遺跡の奥の間、バルキュリア人だけが入れる聖域である。だが彼女はこともなげにその扉を開いた。彼女の体の中にバルキュリア人の血が流れているからこそ扉は開いたのだ。また野営地においてはアリシアの体が青白く発光するのを目撃した。あの光は間違いなくバルキュリア人が戦いの際に身にまとうという青き炎だった。その時私は確信した。アリシアはバルキュリア人なのだと。以前私はバリアス神殿の奥の間で衝撃的な事実を目の当たりにした。奥の間の碑文にはバルキュリア人によって真の歴史が記されていたのだ。かつて世界はダルクス人によって焼かれた。今や常識となっている古代からの伝承である。だが真実は全く逆だったのだ。先住民であるダルクス人たちが住むこの地に北方からバルキュリア人たちが侵入してきた。彼らは高度なラグナイト文明を持つ非常に優秀な戦闘民族だったという。ラグナイトの力を用い彼らはダルクス人の住まう地を焼き払っていった。そしてこの地を支配したバルキュリア人は地を焼いた罪をダルクス人へと転嫁する。その時からダルクス人は呪われた民となり、バルキュリア人は救世主となった。歴史は勝者によって書き換えられたのだ。バリアス遺跡は偽りの歴史を後世に広め、真の歴史を一族にのみ伝える巨大な碑文なのだ。そこに記されたバルキュリア人の力、その恐ろしさに私は歴然とさせられた。それと同時にこうも考えた。この力を帝国との戦争に使えないかと。それ以来私はバルキュリア人についての調査と研究に没頭した。このヨーロッパには非常にわずかだが
バルキュリア人の血を引く人間がいる。そして皆それに気づくことなく一生を終えていく。だがごく稀にバルキュリア人として力に覚醒する者が歴史上に現れることがある。彼らに共通しているのは、皆一度死に瀕するような重傷を負っていることだった。生命が失われるほどの傷を受けた時、彼らの中の血が覚醒する。数千年前から体の中に眠っていた力が死の一歩手前で目覚めるのだ。そして高度に生成されたラグナイトの武器をその手にした時、戦闘民族バルキュリア人が再び歴史に姿を現すことになるのだ。私は大学の考古学研究棟の倉庫からバルキュリアの盾と槍を持ち出した。バルキュリア人はラグナイトの力を体内で増幅させる力を先天的に持っているらしい。理由はわからない。彼らがラグナイトの豊富な北方出身であることと関係があるのだろうか。ともあれ、バルキュリア人の生命の力はラグナイト原子に未知の反応を及ぼすようだ。ナジアルの初戦において我が軍は敵のバルキュリアに壊滅的な打撃を受けた。もはや迷っている時間はない。私は狙撃銃を借り出した。そしてアリシアを撃ち、その手に盾と槍を持たせた。しばらくは苦悩に苛まれた。親友の恋人を私はこの手で撃ったのだ。だが今は確信している。これで良かったのだと。ファルディオ！これはギュンター将。ファルディオは、ファルディオはどこだ？はい、先ほどバーロット隊員に呼ばれて出て行かれました。ファルディオ、一つ聞きたいことがある。アリシアを撃ったのは君なのか？ああ、俺だ。なぜだ、なぜアリシアを撃った？祖国のガリアのためだ。逆にお前に聞くが、どうすればあの戦いに勝てたと思う？アリシアの力がなかったらガリアは確実に負けていただろう。それは今だけの話じゃない。未来のことを見据えての話だ。二つの強国の狭間に立たされてガリアはどうやって生き残っていけばいい？アリシアが、バルキュリアがいれば、それがガリアを守る切り札となるんだよ。違う、強い力を持ったところで戦いは終わらない。相手はそれ以上の力を持とうとするだけだ。そこまでだ。二人の言うことは多分どちらも正しい。そしてきっとどちらも間違っている。私にもその答えはわからない。しかしいかなる理由があろうとも、仲間を撃った罪は重い。軍規に基づきファルディオには逮捕監禁を命ずる。そしてウェルキン、死闘を行った罪で独房24時間収監の処置にする。